はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10月のですね、7日木曜日ですね。今週も明日8日で、その後ですね、3連休になってるんですね、世間は。という感じです。本題いきましょう。産経新聞のサイトを見ておりまして、今日のですね、1時、こんな時間に手作業で上げてるとは思いませんから、昨日の夜のうちに出したんでしょうね。冬は分かりませんけど、独自って書いてありますけど、日大理事背任で立件へ、東京地検2億円流出主導疑いということで、ちょっと読んでいきましょう。日本大学の附属病院の建設工事をめぐり、約2億円を外部に流出させ、日大側に損害を与えたとして、東京地検特捜部が背任容疑で日大の関連会社の取締役を務める日大理事64を近く立件する方針を固めたことが、6日関係者への取材で分かった。日大理事は流出した約2億円の一部を自分に管理をさせた疑いもあり、特捜部は自分の利益を図るためなどに不正な資金移動を主導したとみて、国内最大規模の大学が絡む背任事件の全容解明を進める。もうちょっといきましょうね、事件の内容。関係者によると、日大は医学部附属板橋病院東京都板橋区ってありますね、なんかね、で大きい病院がの老朽化に伴い建て替え工事を計画、契約交渉などを日大理事が取締役を務める関連会社日本大学事業部世田谷区に業務委託した。入札は昨年行われ、東京都内の設計会社が約24億円で受注し、都内日大側から設計費の一部である約7億円が支払われた。建て替え工事をですね、設計会社が受注したんですか。日大理事は設計会社に対して、大阪市内の医療法人グループの前理事長61/9月に辞任にの関係先に2億円超を送金するよう指示したと見られる。関係先は業務実態のないペーパーカンパニーで、送金に見合う対価は確認されていないという。特捜部は日大理事が医療法人グループの関係先に資金を流出させることを前提に、日大側に設計費の一部を支出させ損害を与えた疑いが強まったとして、背任容疑での立件が可能と判断した模様だ。関係者によると、医療法人グループの関係先から一部資金が日大理事に還流されたとみられ、特捜部は詳しい人などについても捜査を続けていると。まあ、これが全文でございます。まあ、簡単に板橋病院を建て替えるのにですね、その、建て替え業務、建て替えに関する、まあ、管理みたいなもんでしょうね。それを日本大学事業という、この前もなんか出てきましたね、日本大学事業部、なんかのお相撲さんでしたっけね、空手でしたっけね、なんかやってましたね、ボクシングでしたっけ、なんか忘れましたけど、お相撲でしたっけ、相撲部かなんかの話で、この日大事業部が絡むですね、そういうお金のまつわるなんか事件が、2、3年前でしたかね、出てきてましたね。まあ、それはいいんですけど、その業務を日本大学事業部という株式会社に発注をして、その株式会社が、まあ、要はどこの会社に発注するかというのをですね、決めるあれですね、管理業務になったんでしょうね。で、その設計会社に決まったんですけども、その設計会社に払った前私みたいな7億円のうち2億円をあれですね、自分の息のかかった人が作ったペーパーカンパニーへ振り込ませて、それを自分のところに戻したと。この理事、64歳の理事さん、まあ、要はある話というか、不動産とか建設業界ではもうごく当たり前にやってるようなやり方、古典的なやり方ですね。で、ここでね、何がねなんでこうなってんのかと、なんでそれがね、まあ、簡単に言えばね、なんでこれが特捜またなってんねんって話する東京検察庁の特捜部、東京地検、東京地方検察局の特捜部がこれ乗り出してるわけですよ。
特捜ってね、そのこなんていうか大きな事件しか扱わないんです、簡単に言えば。でしかもその社会正義を揺るがすような大きな事件だから、三髄と言いますよ。その政治家の汚職なんか大好きなわけですね、特捜部は。それを挙げると特捜すごいやんって世間からへーって言われるでしょ。だからそういう大きな事件を扱う三髄系を扱いたいなんですけど、日大のね、この高々2億円、高々と言うたらなんかお前偉そうやと言われるかもわかりませんけど、事件としては高々2億なんですよね。高々2億を完了させて、どうせこのおっさん一人と違うとですね、いろんな人が甘い人を吸ってるわけですよただ中心人物はこの人っていうだけであって、多分何人かでつるんでやらないね、こういうことってバレた時にね、あれなんですよ、その一人でやったらね、もう誰も味方がいなくなるから、誰も構ってくれなくなるから、大体つるんでやるんですよ、こういうのは。それでまず特捜部が絡んでるということ自体が何それっていうことですね。でその次になんでバレてんっていう話ですね。こんなもうこれ古典的なやり方で、普通にやったらバレないわけですよ。なぜバレたかというと、誰かが裏切ったわけですよ。誰かが裏切ったか、誰かがその怪しいと思って調べたわけですね。でそれを特捜にチクったわけですよね、誰かが。なんでそんな動きになったんやということですね。でその次にね、特捜がまず乗り出したという、乗り出して立件したということなんですけども、背任なんですよ、これね。背任というのはね、かなり難しいと。できなくはないんでしょ、できなくはない。要は事件として、事件化して立件して、裁判で有罪に持っていくということが、難しいというふうに申し上げてるわけであって、本人が否定してしまったらね、要は物証で固めるというのはですね、非常にその、どう言いましょうね、お金の流れなんかはね、割と出てくると思うんですけど、要は民間人同士の取引ですから、その対価がないというふうに言われてますけど、そんなもん口頭でコンサルティングして2億円やって言っても通じるわけですよ、それは世の中は高いか安いかってだけの話であって、別にボロボロっとアドバイスして何億円もらう人も実際いますからね、それやって言うたらもうそれで言ってしまうわけであって、だから本人がね、認めて、いや私が自分の懐に入れるためにこうしましたって言うてしまえば事件は楽なんですけども、その否認された場合に全部それ立証しなあかんから大変なんですよ。ようやったなと思った、背任でね。でもこれ背任とせざるを得ないんですよね。他の単純な横領とかだったら物証が揃えば、まあ何とかいけるでしょうけども、背任っていうのはややこしい関係を作って、ややこしくもないですけどね、これね、関係先に振り込ませて、でなんかコンサルしたような装いをしてるだけでしょうけどね。まあでもそれでもコンサルやって言うたらもうそれで通じますから。でもだから私がこれ見て不思議に思うのは、まあまあこんな話はよくある話であって、ようもまあ特捜は出ていったなと。もしかしたらこれね、たかだかこの2億だけと違ってね、この64歳の日大理事という方がもっと日常からですね、いろんなことをやっていて、あるいはこの日大の理事長さんってね、お名前も出てきて、杉並の方でちゃんこやってらっしゃるというんですけど、大事な日大の大事なことみんなそのチャンクで決まるって言われてるんですけどそういうね、ああいう登場人物がもっと増えてですね、もっと大掛かりなですね、たかだか2億みたいなケチな話じゃなくてですね、こう日大の収入の何分の1かがですね、その一部のグループに流れて、そこでみんなでイエーってわしゃわしゃやってるというような構造になってるのかもしれませんね。だからこの2億円は氷山の一角でですね、こう日大の闇がですね、ここからですね、ジュワッと暴かれていく可能性はあるかもしれませんよ。で、まあこれはただの想像ですけどね、こう日大がそういう構造になってると、その一部の人たちがですね、日大に入った学校法人に入ったお金をですね、好き勝手に使ってて、私してるわっしょいわっしょいわっしょいやってるというのがバレた場合はですね、要は文部省からのね、補助金が停止されるんですよそこらの小さい大学はね、それでやったら頑張ろうってね、3年か4年はそれで頑張ってなんとか切り抜けることができるかも分かりませんけど、日大それされたらえらいことですよほんまに日本一ですからね、いやでもまあそういうことが起こりがちな学校やというふうには私は思いますけどね、これは怒られるかも分かりませんけど、まあなんせね、聞くとね、日大って全部オール日大で固めるんですね。もう理事から何から大学の先生までですね、高校の先生もみんなオール日大らしいですね、まあ、そういうやっぱり閉鎖空間というのはやっぱりおかしなことが起こりやすいような気がしますね、だからいろんな人が混ざってるとね、お互いこう見てますから、そうそうこんなあざといことはできない、できにくい
んですけども、まあその血が濃くなればね、おかしくなると同じでですね、外部からの目が入らなければですね、まあこういうことが起こりやすいっちゃうかと。で長年同じメンツでやってるわけでしょ。なので ちょっとこうサジ入れたらビーっていっぱいお金が入ってくる仕組みになってるわけですから、まあこういうことが起こっても不思議はなかろうというふうに私は思います。この産経新聞のサイトを貼っておきますので、私全部読みましたけど、まあ読みたいということは見てみてください。はい、どうもありがとうございました。